バイブルは Let's enjoy さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、えー、いよいよ日経金4万円超えてきましたね。えー、まあ、その関係でですね、高まる投資熱と、で、子供に対するですね、投資教室も参加者急増というですね、えー、ニュースが載っておりましたので、えー、ちょっと、えー、こんなお話をさせてもらおうかなと思っております。まあ、切谷さん、あのー、 えー、幽体。幽体の、えー、株を買ってですね、優待生活なんて有名ですよね。えー、いろんな雑誌への、えー、投稿、記事の投稿なんかもされております。まあ、そんな切りたいさんがですね、えー、ちょっとまあ注意喚起というか、ね、えー、なかなか、あの、ここに書いてあるんですけどね、ギャンブル投資は危険という話が載っております。で、まあ、あのー、 今回、その、えー、すごく子供に対する投資教室は、えー、ゴリ先生、大賛成です。で、このキリタインさんの言うですね、ギャンブル投資、いわゆる投資じゃなくて、投機。投機について、えー、注意喚起をしてる。で、えー、子供たち、まあ、それぞれどの、えー、セミナーとか、どの、えー、教室がどういう内容をやってるかにもよるんですけど、あの、 できればゴリ先生はこの子供たちへのお金の勉強って、このギャンブル投資を防ぐために、ギャンブル投資を防ぐために、えー、知識を学んでほしいと思うんですね。で、しっかりとした知識があればですね、投機じゃなくて投資ができます。えー、これは、えー、ゴリ先生も証券マンだったんでですね、すごくそのあたりは細かく、えー、いろんな知識を積み上げてます。で、逆に言うとですね、 えー、知識があればですね、えー、実は勝負ができるんです。えー、ちゃんとリスク管理をしてですね、えー、大きく、えー、勝負ができます。で、この、まあ日経、経平銀今日、えー、撮影日の今日超えてるんですけども、えー、去年の年末ぐらいからグロースと言われる市場のですね、ある特定の株がですね、えー、ずっと、えー、上がってきて、 えー、去年の年末ぐらいからと比べるともう5倍とか6倍とか平気で上がっております。で、えー、まあいわゆる天ガーなんてよく言いますけどね、そんな、えー、銘柄、えー、もう出てくるわけですよね。で、実はそれって、えー、投資の醍醐味なんですね。で、えー、よくそのグロース市場ってギャンブルだというふうに言われるんですけども、確かにその、えー、企業の あの、業績を無視して、えー、株価の値動きで、えー、急騰したり急落したりというのが非常に多く見られるんで、そう思われても仕方ないのかもわかりませんけど。 えー、ただですね、えー、実際にその市場のリアルの市場を見てるとですね、去年の年末に買ってればですね、えー、たかだか3ヶ月弱で、えー、平気で5倍6倍になっている銘柄、株価、株ってあるんですよね。じゃあ逆にそういうのをですね、えー、指を加えて見てなきゃいけないのかというところなんですよ。で しっかりとした知識を持ってですね、しっかりと自分の中でリスク管理ができるんであれば、えー、そういうような、えー、株価を買いに向かう、えー、チャレンジ、えー、というのも十分、あのー、していけるわけですよね。いわゆる自分の資産を増やすチャンス。 えー、まあよく、あのー、目の前に、えー、チャンスの扉に気づくかどうか、ね、えー、そうが勝負の分かれ目だよっていうのは、ゴリ先生、証券マンの時よく教わったんですけど、えー、わざわざ自分の目の前にですね、扉を開く、その扉を開けばですね、えー、向こう側には天馬川の世界があるんだけども、その扉に気づくかどうか、で、 気づけるんですね。証券マンですから、えー、気づけるんですよ、えー。知識もありますし。あ、これいけるかも。ただ、怖いんですよね。えー、恐怖心が出てくる。じゃ、えー、その恐怖心をですね、えー、なくすために、やはり金融の知識っていうのは、えー、必要になるんですね。まあ、ある程度の、その、えー、リスク、リスクを負って、えー、リターンを、えー、取りに行く。 それができればですね、あのー、十分チャンスの扉って開けると思うんでですね。ゴリ先生はその子供たちに対する、えー、投資教室っていうのは大賛成なんですね。で、その知識さえ積み上げていけばですね、えー、いろんな、えー、いろんなチャレンジが金融の世界でできると思いますので。で、逆にその知識がないとですね、どうしても、えー、人に言われることを鵜呑みにしてしまう。 ええー、まあ、合ってるか、間違ってるか、わからないんだけども、えー、この人が言ってるから、えー、間違いないだろう、というのが一番、えー、危ないわけで。やっぱり自分の判断、金融の世界っていうのは、やっぱり自分の判断が、えー、一番なんです。むしろそれしかないぐらいの、ええー、世界ですから、えー、その知識を積み上げていってほしいなと思うんですね。で、また、桐谷さんのこの、 え、ギャンブル投資。ギャンブル投資っていうのは多分そういうことを言ってると思うんですね。あの、周りについて投資するんじゃなくて、しっかり自分の投資判断、物差しってよく言いますけどね。自分の物差しでしっかり自分の物差しができればですね、そこで測れるわけですよね。この株価は高い、安い、買ってもいい、買っちゃダメだとかですね。その物差しをやっぱり子供のうちから作り込んどくと非常に、ね、 面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ日経平均が、えー、いくらまで行くかっていう予想はですね、これはもう非常にナンセンスなんでですね。あのー、ただ、えー、ゴリ先生もですね、その、えー、子供たちへの投資、えー、の勉強のためにですね、えー、実はいくつか、えー、株を買っております。で、 それ、あの、実は教科書だと思うんですね。実際のリアルの株を買って、こういう動きをするから、なんでゴリ先生はこの株に投資したのか、という理由もしっかり説明できるようにですね。ただ、えー、まだ日にちが、えー、あまり、去年の年末ぐらいに買った、えー、ものが多いんで、あのー、 で、えー、特にグロースですからね、グロース市場の、あの、買ってしまってるんで、めちゃくちゃな値動きをしてますん、ね、で、もう少し落ち着かないと、やっぱりこの動画でもなかなか、えー、紹介というか、えー、説明、なんでそれを教科書だと思ってゴリ先生が買ってるかというのをですね、うまく説明できないんでですね。 あの、もう少し市場が、グロスの市場が落ち着いてきたらちょっとこの動画でも紹介しようと思うんですけどね。まあ、えー、せっかく、えー、ゴリ先生もバブルのちょうど弾けた時代に、えー、証券マンやってた、えー、人間からするとこの、えー、4万円、日経費の4万円というのはですね、本当になんか、えー、感慨深いというかですね、あのー、非常に、えー、意味ある大きな、えー、ニュースだったんでですね、取り上げさせていただきました。はい。えー 今回も最後までご覧いただきありがとうございますそれではまたお会いしましょうバイバイ